アントニー・リストフスキとシモン・ペトリューラ。アントニー・リストフスキは、ポーランド第二共和国の軍人。最終階級は少々、ポーランドソビエト戦争で活躍した。1919年3月、リストフスキは、ピンスクの戦いで、第9不評師団を率いて赤軍に勝利した。冬になると赤軍は、ピンスクに猛攻撃をかけたが、リストフスキは、 第34不評連隊を率いると共に耐え抜き、赤軍を川向こうに撤退させた。アントニー・リストフスキは、ロシア帝国軍の軍人だった。彼は最前線で、幅広い経験を持つ熱烈な投資であり、国家間の国境地帯で必要に応じ起動するような場面で進化を発揮した。もし第9師団の式場で問題があったのであれば、リストフスキをシコルスキに変えたのはあまりにも拙速だった。 ユゼフ・レバンドフスキヨゼフ・ル・エンダウスキー、ヒストリーミス、ピンスク、エイプリル1919 19、ポリン2、1988、1919 19年4月5日、リストフスキの部隊は35人のユダヤ人を殺害するというピンスク虐殺を起こした。2日後の4月7日、リストフスキは市民に対し、街のユダヤ人は、そうじてズうしく恩知らずな犯罪者だった。 と述べ、虐殺を正当化した。ありがとうございます。